おお、びっくりした。一番最初のびっくりが日常的にありそうなこと。ボールを手に入れました。じゃあこれ私の。俺のスーパーショット見せてやる。昔家族と卓球してた時、スマッシュのことをウルトラショットって言ってた。シスターっぽい人来た。待って、猫ちゃんがいる。スクインティーまだ寝てるの？うちの実家の猫ベッド買ってあげたんだけど、今の椅子の下で寝てる。地下室は暗くてジメジメしてる。絶対怪物いる。私の日記、危機的状況で畜生なんてこったみたいな文章をちゃんと書く。ゾンビに襲われてる特殊隊。トラブルメーカースクインティー。まあ、猫ちゃんだからね。この鏡、頭が大きく映る。ディズニーシーのマーメイドのとこにあるよね。鍵がかかってる。怪物がおるんやろうな。なんだっけ、ステューシーじゃなくて、それは多分ワンピースの方。メロディーが完成すると冒険中に使える。そのうち時の歌とか歌って時間戻したりすんのかな。普通の戸棚、動物の森の住人だったら容赦なく開けて汚ったなとか言ってる。バイオセブンの地下室を思い出してミアに襲われそうで怖い。スカベンジャーじゃなくてなんだっけ。ここまでの温かい家庭っぽいなっていう感じがなかったらこのソーセージ絶対人肉だろうなって私思ってた。ホラーに対してね、偏見がでかすぎる。あー、スパイダーマン。大工さん、また楽器作ったんだ。なんか思ってたのと違う。ママのリラの方がずっといいや。こんなの欲しがる人いるのかな？ボロクソレビュー。連れ去られるっていうのは、猫も対象なのかな？可愛い猫ちゃんが対象じゃないわけないもんな。いい、なんか来てるって、考えられるのは山積みになった黒。